来たカイアポ畑、こことそれからこことそれからさらにこことそれからこことこことそれからこっちもだぜ。こんなでっかい葉っぱもありますよ。ということで葉っぱを1枚持ち帰って、その葉っぱでお茶を作りたいと思います。はい、そういうことでございまして、こちらカイアポの葉っぱ、乾燥させたものになります。これは夏の間に取ってきておいたものですね。パリパリに乾いてます。これをこの中に入れて熱湯を注ぎます。はい、では熱湯を注ぎますね。はい、こんな感じでしばらく置いときます。色がかすかに出てるの分かりますかね。葉っぱ1枚で結構出ますよ。はい、沸きました。はい、こんな感じでカイアポ茶できました。たった1枚でもこれだけ色が濃く出るんですね。これを、はい、どうですか。こんな感じになりますよ。これ割と美味しいです。癖はあんまりないですね。それでまあ飲むとね、だいぶねおしっこが近くなっちゃうんですけどね。でもまあこれでだいぶ体内のデトックスができるんじゃないかなっていう感じになります。とりあえずこのカイアポ茶、葉っぱにはかなりたくさんの葉酸が入ってますので、あと鉄分ですね。ですのでそうした栄養補給という意味合いでも、緑黄色野菜の代わりとしてこのカイアポ茶、手軽に楽しめる一品でございます。はい、ということでございまして、本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。